弁科3番893番佐伯太郎です。お正月の話でこれ面白いことが思い出したと、あの頭、最強の頭、あの人のことでね、うわこんなんあったなと思って。お正月って言えば干支ですよね。ただあんまりもう今皆さんこれ干支が何ってそう思わないですよね。でも私の幼少の頃とか20代の頃ってまだなんか今年の干支は何だからみたいなことがあるんですよね。で、そうするとその干支に関連するグッズ、見たグッズって言い方はしてないんだけど、あって、やっぱりその私の子供の時でも何かを買ってその干支の置物だったり、そういったものがもらえたりして、まあちっちゃいものが飾ってあって12支、例えばそれが新聞屋さんがもらえるようなものが12個揃うとなんかいいよねみたいな、なんか割とそういうものを大事にしていたような気がします。で、そこでこの暴力団ヤクザの人たちが目をつけたのがその干支を売るということなんですよね。その時ね、なんか今そんな置物買わされてどうするんだと思いますよね。今の現代ええー、みたいな感じだけど、そういうものを売れたんです。最初になんかちょっと大門なんかつけて何々組なんか入れちゃったりして、それが探すと大量発注すると、言っちゃなんですけど愛知県地方は焼き物とかがね、常滑焼きだったり瀬戸物の有名な瀬戸でね焼き物があるので、いろんな手づるを使えば結構お値打ちに作れて、大門とかね入れたりしたらどうだみたいな。最初うちの組から小っていうのは良くないんで、大と中、大が1万円中が5000円、多分仕入れなんてね1000円とか2000円ぐらいじゃないんですか。それを5000円、1000円のものを5000円、そんなような形で、ね、こっちの感覚最初はなんか大きい方がいいことだみたいな形でなんか買ってくれるのかなみたいな、1万円ぐらいの、そうするとどうだろうな、100ぐらい売れたんじゃないですか、やっぱりいろんなところの。だからそれがその干支の置物で、みんなこのおそらく半分ぐらいが事務所とか組長だったりして、あと半分も若い衆で分けるみたいな感じだったと思います。そういうような感じで、そうすると年末の小遣い稼ぎみたいな感じで、で売れば売っただけみたいな感じだったんじゃないですかね。でそれって割と評判が良かったんですよ。っていうかもらい物とは違うんで、そうそう、それは置いてあることがなんかステータスみたいになってきたわけですよね。でこっからですよ、この最強の頭の悪い癖が出たのは、自分も組を立ち上げるわけじゃないですか。そうなってくると自分のとこも売ろうとするわけですわ。だからただね、その頃になると大はいいわみたいな、もうやっぱり中でいいっていう風になるわけですよ。なのでここをこれは良くないってことで、本体の組はね1万円大で、中にするのは頭の組でっていうことだから、1年目2年目はいいですよ。で本人も懲役行ったり言ってるから、いる場合はみんな怖がって買うんだけど、いなかったら売れやしないんですよね結局。でお前らどうなっとるんだみたいな形になるんだけど、そんなこともこの人わかんないのって。でもう一つ問題はこの末端のその時ね、準構成員みたいな人たちがいた、組に行く入る前に働きながらみたいな、そうすると割り当てされるわけですよ、お前いくつだ。頭の感覚だったらそんなもん売れるだろうって、5つや10個ってもう売れない子もいるわけじゃないですか。そんなの仮に5000円のやつ10、お前割り当てみたいになるわけだ。ボーンとこの持ってけて5個とか10個とか、そうすると売れようが売れないが抱えなあかんわけですよ。でその置物は31日までに金は持ってこなあかんわけですよ。なんで本人たちが立て替えるしか長くなるわけですわ。なんかあのマルチまがい商法みたいなもんですわ。買い込まないかようになるわけですよ。ねその時にどういうことが起こったかって言ったら、まあ年末ぐらいはみんなちょっと酒飲んであれだよっていう話になって、みんな飲んで行った時に、じゃあもう頭とかいて、その頭の周りの人たちもいたわけで、じゃあもうお前んとこ近いからお前んとこで雑魚寝だみたいな感じになった時に、かたくなに断るわけです。いや、ちょっとうちは、お前一人暮らしだろみたいな感じで、ええやないか、お前そんな遠慮せんでも。いや、うちはちょっと散らかってるんで、散らかっとるとお前そんなもんええから、つって言って、開けて、で、寝れないです。もう本当にこれ勘弁してくださいって言うから、どうなったかって、部屋中が置物だらけになっちゃうわけですよ。その置物が本人も寝れないぐらいになっちゃってる、かわいそう。そりゃ、だから、いろんな意味でそれは見せれなかったんで、でももうそれ見た瞬間にもう、さすがにね、頭も、そうかと。おうおう、じゃあしょうがないな、しょうがないなって。だから自分は、あ、頭も反省して自分のやり方が悪かったとかって思うのかなと思って。車を運転して、いやちょっと気の毒ですよねってあいつ、バカだな、あんなもん捨てりゃいいのにそれもう持っとかんでも金だけくれやこっちは別に捨てていいのにってポロッと言ったわけですよ。
やっぱ、あーって自分、あー言っちゃいけないと思ったんだけど、頭の若い人はそれ聞いてるわけだから、その人たちって割とまっすぐで、あ、そうなんだ、別にいいんだと思ったから、次の時から、置物いるって言ったら、もう置物いらないっていう人たちが増えちゃうわけよ。もう金だけになっていくわけ。これ変な話。その1、2年ぐらいはいいんだけど、2年目から物も来ないのに金払うかって話になって、もうそれで崩壊しちゃった。やっぱり何でも物が行かなきゃおかしいでしょ。だから、頭の言った一言で、物がなければ自分たちもこうならないし、物は最初に注文して100いらないからもっと得じゃんと思ったけど、やっぱり物がないで1年目いけど2年目から売れないの。これそりゃそうだよね。来てないものに1万5000円1万5000円とかの払わないよ。で結局まあそれもあってか、そもそも置き物なんていらねえよなっていう風になって、それがカレンダーになったり、いろいろ形が変わってって、それがもう名前大門だとか組名が入れれなくなって衰退していったっていうことなのかな。ある時からもう売れないっていう、それがそうなんだよね。本当は最初はお店だったんだよ。これがスナックとか居酒屋とか麻雀店とか、そういうお客さんが来るところに置いてあると、そういうところに何々組っていうのはあれだから、その置物が置いてあったり何かあると、あ、うちの関係だっていうのがわかるからみたいな形で、被らないような置物をって、あるところによるとさ、いろんな組から組の置物買わなきゃいけないから、そこの組が来るときはこの置物出して、そこが来ないとかこれ出してって、もう大変になっちゃったっていうね、笑えないような話もあるんだけど、逆にこれ売れるのかな、虎の置物とか来年とか。これまあね、そんな置物これ一つちょっとでも無理やり買わせ、さすがに5000円はきついな。5000円で干支の置物を買うのか。12社集まったら何かプレゼントみたいに ならないといけないよね。12個集めたら、例えばハワイ旅行とか、12年やってないから、だからそういうことやる言うから詐欺みたいになっちゃうんだよね。なんかそんなようなこと見てたら、12個集まったらどうのこうのとか、うん、なんかそんなこと言ってて、そんな12年も続かないわ、もうそんないい加減なことはっていう話です。